ちょっと選抜を決めよう。ペチ塗り選抜決めよう。リレーの選手4人、4人なれます、この中から。 OK、 みんなこの中からリレーの選手4人なれるから。さあ始まりました。始まりました、ペチ塗り。苦戦しております、みんな。あ、一人早い。お、こそれにしてた？一人早い。あ、大丈夫？大丈夫、頑張れ。あ、早いけど、この坂むずいからね、この坂。この坂マジでむずいから。頑張れ。いいね。あの、頑張りが伝わってくる、すごい。よーい、スタート。いや、ペチ塗り、俺ちょっと練習はしてないけど、でもちょこちょこあの、コート作りでやってきたから。俺ちょっと早いでしょ？どう？この予選の選抜には出れそう。あれ、仲間も早い。お、二人すごい、同じ、同速。隣同速だぞ。よし。ただ、ここの坂が難しいのよ。ここの坂難しい。車線怖いな。俺、車線恐怖症なんだよ。あ、どうこの坂。どうあ、ちょっと難しい。やっぱ難しい、ここ。おー。この中では、勝ったかな。こうやんで。頑張れ。頑張れ。いやー、これ緊張するなー。視聴者のために説明しようか。視聴者のためにまず。今から、ペチ塗りが、スーパー速いヒレオさんと、3人がかりで、リレー対決しようかなと思って、ちょっとあらかじめ予選をしてきて、選抜しました。俺と、W さんと、雪見大福さん、3人で、ヒレオくんを倒そうと。ヒレオくんを倒そうと。にゃー。で、区間3つ決めて、ここの平地と、あと第2区間、ここの平地ですね。ここ結構長いね、コースだと思うんですけど、最後この、クライム、坂上がって、ここに着いたらゴールなんだけど、やべえ、ヒレオさんめっちゃ待機してる。下向いてなんかクラウチングスタートみたいになってる。怖え。いやでも疲れるんだよね、一人の方が絶対に。最後疲れてくるから俺抜けるチャンスあるかもしんない。始まった。どっち勝ってるんだ？わかんねえ。やべえ、俺わかんねえ。ちょっと見に行っていい？わっははは、はえ、ヒレオはえ。あ、でもいい試合してる。頑張れ。あ、うまい。頑張ってる。でも、ヒレオの方が早い、やっぱり。第二区間来るぞ、頑張れ。ヒレオはこのまま一人で行きます。いや、疲れるはずなんだ、ヒレオさん。オッケー、ナイス、バトンパス、いいね。やばい、差が出てる。やばい、頑張れ。ヒレオ来てるよ、頑張れ。やばい。せっかくのリードが、リードしてなかったか。あー、ヒレオ来ちゃった。しかも俺のコース入ってきた。やばい、俺何もできない。あ、終わっちゃう。早っ。頑張れ。いや、終わる。終わった？でも俺まだスタートしてない。終わっちゃった。あ、ダメだ。でも、完走しよう。頑張れ、雪見大福頑張れ。ここ長いからな。この区間めっちゃ速いから。おい、なんか折り返してるぞ、ヒレオ。
折り返し運転してきた。それも、練習したから。このために、このインターハイのために。スプラインターハイ。でも難しい。坂めっちゃむずいんだよ。終わる。完走できない。みんなのために完走するんだ、俺は。完走させてくれ。完走させてくれ、頼む。ヒレは早いって。あいや、頑張ろう。スタート一緒だからな。ここからちょっとリード持って渡したい。50秒スタート、よーいスタート。やべ、ヒレオ早い、ヒレオ早い、いやあいつ早い、くそごめんみんな、ヒレオめっちゃ早いよ、やっぱあいつ早い、やばい、ごめん、頑張れ俺。ごめんな、ちょっとまとますしっかりするから。くそ、あとちょっと、オッケー、ごめん、ちょっと遅れちゃった。頑張れ。ヒレオ2回目で疲れてるぞ。ヒレオ疲れてるぞ。絶対疲れてるから。頑張れ。この長い区間2回目だからね、あいつ。いけ。ごめん。なんで魚より疲れないんだよ。すごい。やばい、勝負になんないこれ。これ勝負になんない。いけ。いけ、繋いだ。バトンが繋がった。いけ。あれ?もしや終わった?ヒレオさん?うわ、余裕持って終わってる。なにこれ。余裕持って終わってる。しかも、線がヒレオさんに繋がっちゃった。見て。でも、ここまで頑張った。ああ、早いね。でも早いね。あ、でも完走できたね。やった。いや、叶わんかったわ。